野口設計の大阪図書館、野口真五一大正4年10月26日は、明治、大正期に活躍した建築家、工学博士。創設間もない住友永前の基礎を築いた人物。明治2年4月23日、晴間国姫路清水に姫路藩士野口屋の子として生まれる。姉は後に、日本の幼児教育の先駆者的存在となる、野口裕子。 父に付き従い、育野銀山で一年余り過ごす。父の転勤で神戸に移り、兵庫県立第一神戸中学を卒業。第三高等学校を経て、住友の奨学金を対応され、明治24年に東京帝国大学校科大学造形学科に進学し、同27年7月卒業。大学院で耐震家屋について研究。その間、 匠寮が担当した、明治27年春光の奈良帝国博物館に、定新賞に入り、明治32年に31歳で、住友家に招かれ、住友本店臨時建築部に入社した。住友銀行建築取り調べのため、英国をはじめ欧州視察に立ち、ビクトリア朝末期のロンドンの建築を主に学んで、帰国した。明治十三年住友本店に着任後もなく、 宿願の本店社屋の建築を目的とした臨時建築部が発足し、野口は技師長となる。後に、この建築部には、日高豊、山本明の進む、小川康一郎、長谷部英吉などが入社する。明治39年には、サンフランシスコ自身の調査のため住友家から派遣される。大正4年工学博士となる。野口の設計作品には、 大阪府立図書館、住友や住ま別邸、伊ば定合邸、田辺定吉邸鶴崎邸など。他に、住友銀行各地支店、大阪明治生命保険会社、大阪クラブ、大阪中央電気クラブがあり、大阪震災橋も、その華麗な石造りが評判で、今も立教として残されている。野口は、 住友家のお抱えの建築家でもあったので、住友関係の多くの建物、邸宅を設計している。西洋建築に対する造形が深く、立つの金庫らにも将来を植望された建築家であったが、大正4年、若くして、この世を去った。ありがとうございます。